顔じゃになってなくていい。つけるといい。うん、顔はまあ今までに近いとは。プレッシャーはやっぱり全然違いますけどね。学校の卒業制作ということでやってますけど、まあその学校という枠をいかに飛び越える、学んで作るものではなくても作品というものとして生み出したいという覚悟がありますけど。じゃあ行きましょう。本番。はい、本番。はい、よーい。はい。今はまだそんな難しいシーンがまだないんで、これからやと思います。でもやっぱりバイク走られるとケーブルにも、録音のマイクのケーブルにも限界出てくるんで、ちょっと撮れなかったりとか。でもそれは後で効果音で付け足すとか。今日の見どころとしては、あの高いイントレで、はい、こう結構今、まあ、監督の考えとしては一連でカットを割らずにカナを捉えて来る、バイクが来る、そして次にもすでに降りているみたいな、このちょっと長回し的なことをやりたいって言ってるんで、難しいですね。しかもちゃんと覗けないレフカメラワークをすることになるので、で今彼は上にキャノンの 60D をつけて、それをモニター代わりにしてやるという。まあそこは気にしなくていいですか。あの制作のカズさんがやってる、進めるから。ちょっと一度やってみましょう。じゃあそれ。参ります。お願いします。よう。チルボール。はい。ごめん、ほんと助かる。何度目だ。はい、カット。チーボール。どうぞ。はい。いや、キャメラサイド行きたいんですけど、行きたいんですけど、そういうわけにもいかないですよね。人止め、車止めの日々です。ほんとは、何志望なんですか？うちの監督志望です。もともと、この作品は、脚本コースの子が脚本を書いて、監督は演出コースから出すということで、演出部のものから監督したいぞっていうやつを募って、でまあプレゼンをして、どうし自分はどう撮りたいみたいなプレゼンをして、まあ公平な投票の結果、最後には残れなかったっていうことですね。ただもうそれはその段階で結構割り切って、監督じゃないからやだなじゃなくて、もうそしたら絶対プロデューサーっていう形でこの作品最後まで付き合っていきたいなと思いましたし、プロデューサーという形の方が良かったのかなって思う時もあります。はい、スタート。ここでいい。役者さんが入って、役者さんが絶対に怪我をしないっていう状況で芝居ができるようにセッティングして、それをどう動いているに工夫するかっていう撮影方法ですね。風っていうのがまずバイク乗ってたら必須なの と、手持ちカメラ で実際にこっちが動くことによって、少し背景が変わることによって走ってるようなのが
強くなるのかなっていうようなプランです。心のね。早い若干見せてまた覚えてなくちゃ。このロケ地を選んだ理由がこう周りに明かりとか何もないところ、あと何分ぐらいで入る、引きの抜けに明かりがあると止まってるんで動いてないっていうのが分かっちゃう、むしろない方が好条件であるんです。街灯が流れないよね。でも、ああそうです、だからこう2人立って上で回す、あ手持ちでこうやってわーってすごい。これ観覧車とかですね。観覧車観覧車観覧車イメージして、へーなんかできるかどうかわかんないですけど、あじゃあテスト体制。いきますよ。よーい。はい。仕方ないときはバイクで走り回るんです。バイクのシーンいくつかありますけど、どれが一番大変ですか？多分この今から撮る橋が大変ですね。そうですね。ちょっと日曜日だから、まあ、結構道が混んでるんですから、だから狙い通り撮影できるかなどうかなって、車いっぱい走ってると撮影してもそのバイクを本当に撮れるかなどうかなって。大丈夫？完璧？いやいや、勝ちてる。待ってないし。20分で狙うの？20分で撮れるか。20分で狙うならもう2テイクは撮れません。それは13分で狙えばもう一回できるかもしれない。いや、それからやめよう。長いからさ。いや、もう1テイクしかダメ、ここは。NG 出せないですね。大丈夫です。分かった、掴んだ掴んだ。じゃあスタートのタイミングを出すので、それに合わせてその車の混み要因を、来た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 、あと1分間もなくです。 OK、 ちょっとちょっと落ち着いて、カメラ前にみんな気をつけて。あと30秒。オッケー、あいつだ。あいつだぞ。スタート。回せ。いた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 。ちょっと待って、バイク切って。切った。バイクどこ？ごめん、俺もバイク。あれだ、あれだ、あれか。それそれそれ。ごめん、カットした。ああ、ごめん。俺、ちょっとごめん。本当にバイクが分かんなかった。ちょっと俺も回してって言った時、見てたのは車だった。待ってた気がする。俺分かったけどね。ちょっとやっぱ違う。俺こっち見てこっち見るからさ。まあでもどっちにしろ時間ないけ。こっち見てれば分かるんだけど。次いた41分の電車狙いでいくわ。長いよ、10秒だよ。車来ない。
ないといけない。うん、狙う狙う。さあさあ、狙おう。はい、スタートした。オッケーオッケー、行くよ。行きます。スタート、バイクスタート。バイクスタート。ああ、もう一個バイク。いいよ。ああ、いやいや、いいよ。いやいや、回して。オッケー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 。いやマジでマジで。あいいよ。オッケーです。オッケー。はいオッケー。どうですか。いや悔しい気持ちでいっぱいです。取れた。取れた。最後の。取れたは取れたんですけど。でも編集してみたら案外いいカットになるかもしれないなと。こだわってるでしょ、結構。いや、こだわってます。お金かかってます。当初では、他の部屋の分も含めて、全部含めて6万以内で、と衣装が2万だったんですけど、まあちょっと見通しが甘かったのか、今10万かかってますね、合計で。他のとこは1日1杯とかでバラしちゃうんですけど、ここだけは一番監督も重要なシーンなんで、情報量だけで言ったら多分、他とは比べ物にならないぐらい集めてきてますね。はい、先生が来ました。で、ケンジが気づく。で、ちょっと左にずれる、ケンジが。で、そこへ佐伯先生が来て締め、そうすることですね。そうそう、そういうことですね。どこにいるの？プロデューサーっていつも。ああ、見てくれてんだ。どういうタイプの監督ですか？明らかに多分結構固まってる、これっていう明確なプランが多分あるんだろうなって思うので、それこそその学生映画なので、じゃあ周りの子たちも自分の意見があったとして、ちなみにさみたいな感じで、まあ、リハなんでいろんな意見が出る中で、でも俺はこれってなったらもう譲らずこれってなるし、そういう役者が言ってもこれってなるので、よーい、はい、どんでん返しまーす。よいしょ。面白かったです。一番面白かったですね。というのは、一番不安だったところだったんですけど、いざやってみると、だから一番その、自分自身が感情移入できたといいますか、なんかその、作品の人物と何かこう一体化するような感覚があって、それすごく初めて経験したことで、すごく充実感を得ました。こっち来て。やっぱりずっと見ていたくなる芝居、なんか初めてそのカットをかけたくないっていうような感覚が得られたのは初めてのことでした。俺
初めてです。でも不思議ですね、映画作るってなんか本当に一期一会というか、だ本当にスタッフによってが違えば作品も全然違って違うものになってたと思いますね。よかったです、このチームで。Those